近年、特殊詐欺グループが凶悪化組織化していることを受け県警が対策強化に乗り出しました県警が今年度から新たに発足させたのは特殊詐欺対策のプロジェクトチームです組織犯罪対策課のほかサイバー犯罪対策課や生活安全課などさまざまな部門からおよそ50人の捜査員を選抜し特殊詐欺グループの摘発や 予防活動の体制を強化します特殊詐欺犯罪の捜査はこれまで組織犯罪対策課の専門チームが担当していましたが近年闇バイトで仲間を集めたり強盗や殺人にまで手口を凶悪化させる事案が全国的に発生していて新たな脅威となっていますいわゆる闇サイトであったりいろんなものがありますが少年に対するまあ指導とか あらゆる機会を通じた対策を講じるとプロジェクトチーム全員で,です、ね、部門の垣根を越えて取り組んでいいきたいと去年1年間に県内で起きた特殊詐欺の被害件数は323件で被害額は過去5年で最多の5億526万円に上っています。